マンと若きルーキーウルトラマンメビウスの強力タッグ。2人が立ち向かうのは暗黒四天王の自称メフィラス星人。今回はかつてのウルトラマンとの戦いをモチーフに空中に舞台を移し縦横無尽のバトルが表現されました。もちろんウルトラマンの揺るぎない頼もしさも健在です。ウルトラセブン、不死身のグローザムを相手にメビウスとセブンの力強い格闘が繰り広げられました。こうしたタッグバトルはセブンの歴史の中でも結構珍しいんですよ。ウルトラマンジャック初代マンと同様 CG を駆使した空中戦が主体ですが、攻めではなく守るための戦いが演出されているのが特徴です。俳優の菊池栄一さんは元祖ウルトラマンジャックでもあります。村石監督にも細かくポーズ指導。ポーズが決まったらみんなで記念撮影です。ウルトラマンが帰ってきた。ウルトラマンエース、エースが月面で戦うのは鳥獣ルナチクス。手に汗握る一対一の戦いです。エースのアクションも当時の個性がそのままに生きています。ばかりでなく心に揺さぶりをかける悪魔のような存在です。でもメビウスの純粋さとまっすぐな心はついにヤプールさえも追い詰めていきます。戦いにメビウスの心を込める、それがこのシーンの真髄です。メビウスが繰り出す拳やキックの一つ一つに心ある者の怒りと邪悪を許さないハートが込められていきます。よーい、はい、バン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 
ついに爆発とともに崩れ落ちます。暗黒四天王は敗れ去りましたけれど、最大の戦いは目前に迫っています。頑張れウルトラ兄弟。